まあ大学生活始まったんで、やっぱ顔バレしてる。ああ、かなりクラス分けあって、小論とかで勉強してはないよな。羨ましいなぁ。そうで始まりました、もちろんしゃんです。さあ、久しぶりに坂井さんに教えていただきましたが、はい、あのビリーおじとたわしさんが飛んだ以来ですね。そうです。まあ本当はね、今日バスケ対決でコートも予約していたんですが、雨がすごいということで、はい、坂上ストップがかかりました。さあ、行ってもらってたら、こうやって、やっぱもうダメだった。あれはちょっと気がしますね。ということで、はい、中止。今度またね、ずらしたんですけど、雨降らなきゃいいかなと思うんですが、まあ大学生活始まったんで、はい、まあ中央大の生活どんなのかね、聞いてみたいと思うんですけど、合格しまして、総合政策学部、はい、どうですか、ぶっちゃけ、行ってみて。行ってみて、まあいろんなことを浅く学べて、おいおい、まあスポーツのことも勉強できてるので。あ、そう、選んでたね、選択科目で。はい、なので、楽しいですね。あ、よかったです、はい、楽しんだったらよかった。でもどうなの、大学始まってやっぱ顔バレしてる？あー、かなりかなりかなりなんだ、はい、やっぱ言われる。かなりきますね。え、そう、キャンパス歩いてても言われるの？そうですね。いろんな学年の人に言われるの？いや、同級生だけです。あ、同級生か、やっぱり、はい、そうか、大学生あんま見てないもんね。じゃあまあどこの授業行っても、そうですね、知られてるわけで、はい、まあいい面悪い面あると思いますけど。そうですね。じゃあいろいろ、まあ有名人として有名人なんですかね。こうやってやられるみたいな、クス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 。ああ、そうですね、通りすがるときに坂井さんじゃね、はい、そうですね、いる人とか、うん、ガイダンスで前に座ってる男の子たちが、うん、坂井さんいるらしいよって あの早稲田落ちたって言われて、いやちょっと早稲田落ちたって言い方なんかな。すげえな、はい、まあ友達はできやすいよね、はい、寄ってくるから、どうせ、はい、学食はどうなの？学食が、中央の学食混みすぎて。あ、やっぱそうなんだね。そうなんですよね。なのでよく明星の、あ、明星の方で食ってた。明星の食堂よく行ってますね。これ明星の人たちみんな見に来るかもよ、これ。そうなんだ、あれやんないの、あの立って一人飯、あの捨て上げのやつはやんないですね。粉雪歌わないの？やらない。そう、歌ってる場所は見た。あ、見ました。ここかっていうのは。そうです、友達にあそこだよって言ってもらって。あそこだよ。そんな風になる。まあサークルとかバイトとかいろいろやろうかなとは思ってる。そうですね、思ってますね。まだ始めてはない。バイトもまだ始めてないですし、うん、サークルもまあいくつかちょっと覗いてみてって感じで、うんうん、1個に絞れたかな、ね。あ、そうなんだ。え、ラップやるの？いや、ラップは、ラップじゃないの？ラップサークルあるんですかね？あるでしょ、絶対。あるよ、普通あるよ、ラップ。あるんですか？まあまあ、歌かもしれないけど。あ、スポーツ系の？そうですね。勉強はどうなんですか？勉強、思ったよりも大学の授業の課題が少なくて、うん、あ、そうなんだ。かなり少なくて、統計の時の方がきつかったなって。あ、はい、お、中央楽だって今。いや、まあでも先生によりますから。あ、なるほどね。1年生からなんで、まあ、当然必修があるわけですね。はい、必修の英語どうなの？がクラス分けあって。あ、クラス分けあったんだ。そうです。何でやったの？なんか英語テスト。そうですね、まあなんか簡易版テックみたいな感じなんですけど。はい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 。それでクラス分けがありましたね、うんうんうん。そしたらどう、結構できたの、できなかったの？できちゃったんですかね。できちゃったのか。はい。で、クラス上の方になったってことは、上から2番目。お、それは良かったです。今もうわおめでとうって今なってると思いますけど。はい、あ、そうなんだ。はい、で、何やんの授業？まあ当然先生によると思うんだけど、はい、英語の授業は。テーマに絞って AI とかのちょっと調べてというか、長文読んで、うん、トイックの問題やる。トイックの問題やんの？そうですね。っていう授業と、うん、あと他は SDGs について英語で勉強して、それぞれプレゼンをやろうっていう授業とかですかね。トイックと AI 関係ないけど、まあまあ、まあまあ、テーマごとのやつ。テーマごとで、はい。プラストイック。そうですね、まあテーマで勉強してって、それをトイックにつなげてこうみたいな、うん。出ないよ AI なんか。いや、こんなこと言っていいのか分かんないけど。SDGs なんて何やの？環境に関すること。そうですね、自分の一番この中で良くしたいと思うものを選んでっていうので、うんうんうん、同じ考える人たちを集めてプレゼンしましょう。何についてプレゼンするの？自分は正義、公平、平和みたいな。はい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 。
のところをやりますね。タイガーファンディングとかけ離れたもんだけど、そんなことをやるわけですね、はい、それに何賛同する人いたわけ。そうですね、同じ考えの人がいて、まあ、3人でやるっていう感じですね。必修両方とも選べないやつ。選べないですね、必修ですね。必修で慶応の場合必修が選べなくて必修選択があったんで、もう1個は選べるっていうやつだったんですけど、両方とももう決まってる状況なわけですね、はいはい、で2階がね、あ2階韓国語にしてましたよね、はい、理由が理由になってないっていう、ね、なんで韓国語なのスペイン語が取れなかったんで理由になってね東京経済の時にスペイン語やってたんで。ああそうなんだ。それでちょうなくて、はいはいはい、まあ次興味あるの韓国かなっていう。なるほどね。あ確かにスペイン語やってた後にやれば有利だね。めちゃめちゃ有利だけど選べないんだ。中国意外だな。スペイン語なかったですね、他の言語とか面白そうでした、うん、でも韓国語はあったわけ、ね、韓国ありました。もうじゃあハングルこう書けるようになった。一応母音子音は全部覚えたんですけど、やったカナダラマバサアジャジャカチャパハとか言った。いやなんか、 なんか言えないですけどなんかやったなっていう。あなんかやってんな。もう読めるようにはなったんですな。かなり時間かければあかなり時間、まあまあそうね、あれ時間かかるからね最初ね、はい、そうそうそう。東大の因子韓国語で受けようとも考えたんだけど、めっちゃ時間かかるからやめた超時間かかると思って、まあ、慣れないと。じゃあ韓国語検定とかもね、あ受ければトピックとか。ハングルの方が難しいですね、日本人用の方が難しいです。あそうです。世界基準の方がまだ優しいけど、ただライティングがあるんだよ。トピックライティングが大変だと思います。で受けるたんびに周りの人、あ、まあ、初級はそんな簡単だからなんだけど、中級から受けると、あ今中上級が合体したんですけどね、ちょっと複雑なんですよ。で中級の時受けてっても、もうほぼほぼやっぱほぼ書いてない。周りに提出する時に、もう日本はもうほとんど書いてない。びっしり書いて自分ぐらいだったもんね、やっぱ周り。じゃあそういうのももしかしたら見れるかもしれないですね、高田さんが取っていく韓国語取っていくところも俺が違うからっつってそうじゃないからってそうやってやってて、選択はこういう授業を取ることにしたとか、社会心理学。おお心理学、はい、なぜなぜ、まあそこのコマが、あなるほどね、空いてる、空いてるとこは、まあ、社会心理学かな、うん、一般教養的に取るやつなの。これは何単位、これは何単位ってなってる、ね、けど自分はあんまり理解しないです、ね、おいそこ超重要じゃん、はい、慶応の場合は人文史学系からと何単位取ってください、社会科学系から何単位取ってください、自然科学系から何単位取ってくださいってなってるから、もう決まってる。で俺はそれにプラスで教職取ってたから、もう単位のオンパレード。えだから理科系取んなきゃいけないでしょ。理科系なんもなかったよね。だってですね、はい、うん、でも周りもいないんで、いらないの。で科学とかやってたよ、科学実験って6単位取ってた。まあとにかく体育は取んなきゃいけないんで、教職って体育必須だから。体育取ってないの。ありますね、体育じゃない名前ですけど体育は取ってます。フィジカルリテラシーって名前になってます、ね、で運動はするの実際。そうですね、2個取ってますね、運動します。それはいろんな競技を、1つ目が主にボディメイク。塗るの。あ違う、ペイントですねボディペイントじゃなくて、まあ自重の筋トレとか、体の動かし方みたいな、そういうのを勉強して。知ってるわと思いながら。ああそうですね、小論とかで勉強してはないようだなと思いながらとか、あとまあ普通に球技とか。あ球技意外、いろんな球技を。そうです、取る。バスケやってます。バスケを今やってる、はい、変わるのそれ期間で、それともずっと。ずっとですね。あずっとバスケなんだ、はい、じゃあ楽じゃん。そうですめっちゃ楽じゃんそれ、はい、ガチ勢が独占するやつでしょ。そうですねみんな経験者だったんでほとんどが。なるほどね、そうそうそう、そういう風になるからね、はい、慶応も選べたな、バスケとか、ゴルフ選択したけど、あの夏休みの期間にやるやつだったから、うん、1週間でおしまい。はい、短い。そうだからがっつりやるんだ1週間。あそういうのもまだ分かんないか。インテンシブっていう集中講義っていうのもまだ知らないか。一応あんじゃないの。そうですね、統計の時ありましたね、うん、一応どうなんでしょう。慶応の時は体育とって、東大の集中講義はもうめっちゃやっぱ有名な先生たちが来るから、もう全国から超絶有名な人が来るから、言語学はもうスターが揃う感じだったね。こういうのを味わえるっていうのは良かったですけど、だからそでまだ単位のシステムはよく分かってないと。そうですね、何も分かってないままです。それ統計のは使えんの。使えなかったんです。使えなかったんだ通信の法学部は使えるよって書いてあって、まあ、他書いてなかったので。ああダメだわね、はい、ただまあやっぱスポーツは諦めきれないと。ああそうですね、
勉強は続けるというか、そう、目指し続けるわけ。それだからこれ院で入るのか、うん、どうするのとか。まあ院で入った方がいいかなっていうふうに、どういうふうに院っていうのは今さ話題になってるじゃない、いろんな恵みが入ったりとかさあいろんなスポーツ選手がこう入ってるじゃないですか、早稲田スポーツ。くそーって思ってるわけ。いやー羨ましいなーっていうぐらいに思ってますね、うん、そういう感じの道はあるの。うーん、でも社会人か、あれば社会人枠だから違うんだ。そうですね、普通に院 その勉強のやつは調べた。そうですね、もう問題見ていろんな分野があって、うん、生理学とか、うん、あと球技とか、うん、あと舞踊、なんかバレエですね、バレエのことについて惹かれるとか、まあそこから選べて、そうなんだ。なんで中央授業とかじゃ対応は全然できないので、うん、なるほどね、自分でやるしかないですね、うん、まあ、一応その中央の時もこういうの取ってましたみたいなアピールをしなきゃいけないよね、多分ね、はい、ゼミとかあるわけ今後。1年生が基礎演習っていう内容で1年間ゼミなんですかね、もう、ぐらいにやって、うん、本当のゼミっていうのは分かんないですね。分かんないよ、まだ。このゼミあるのかないのか、やんなきゃいけないのかやんなくていいのかとかも全然学校によって違うし、論文あるのかないのかも全然違うし。多分ありますね、論文。じゃそれスポーツ系の論文書かないと、だって書かないとめちゃめちゃ不利だよ。はい。スポーツ系の書かないで持ってったら、印紙で見られたら、跳ねられちゃうから、はい、多くの人がそれでバンバン跳ねられるからね。あ、論文関係ないのだから。でもだって英米文学専攻だけど東大の言語学で、論文が英語学だから入れたけど、はい、でもそれでも審査というかこの面接の時に言われたからね、なんで英米文学専攻で言語学なのって言われて、で慶応には言語学がなくて言語学を勉強したい場合は英米文学専攻に入るしかないんですって言ったら入れたよ。そしたらまあまあ慶応で教えてる先生だった指導教官が、そうなんですって言って指導教官言ってくれたから大丈夫でしたけど、はい、だからそれを見越してやってった方が絶対いいので、はい、試験英語とか出ない、そこまで見てないです、ね、見てないんかあとね、英語とかあるんだったらやっていかなきゃいけないでしょ。俺の場合は英語と第二外国語フランス語あったからやりましたから、はい、ちゃんと英語ともしかしたら韓国語、まあないか、文学専攻とかじゃないからね、ないと思いますけど、はい、まあ楽しい生活ができればいいんじゃないかと思います。とりあえず今度の撮影の時雨が降らないことを祈って、はい、やると思います。はい、ここは坂井さんに出ていただきました。ありがとうございました。